おはようございます。ゆきちゃんでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、ご存知の通り母の日でしたんで、私もちょっと車で2時間かけてかな、富士山のふもとにございますんで、墓の母にですね、カーネーションを届けに行ってまいりました。父と母が、お墓に入ってるんですが、親父は酒飲みでしたんで、お酒、ですね、母は、お茶を。で、それ以外にですね、母もやっぱり、いわゆる、なんていうんですか、甘いものが好きだったんで、やっぱりぼた餅みたいなものを持って行ったり、豆大福を持って行ったり、草餅持って行ったりして、とりあえずお供えしながら、こうやって拝んでいたんですが、実はそこがですね、しっかり後ろからカラスが狙っててですね、カラスがバタバタバタって降りてきてね、その墓のですね、その豆餅を食べようとしてるところがあったんで、これまずいなっていうところで、結局どうしたかっていうと、全部、ちょっと、ラップに入っていたんですけど、それを外して、カラスに食べるよりはもう自分が食べるんだと思って、バク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 、結局、おふくや親父に、食べていただくために持って行ったんだけど、自分が食べちゃったというところです。そんな感じで、非常に、母親にはですね、やっぱりいろんなことを教わったことに対する、この年になっても感謝の思いがありますし、やっぱおふくろがいたらなと。男はいくつになっても、やっぱり自分の母親のことっていうのは、親父のことも思い出すんだけど、やっぱ母親の比率の方が圧倒的に高いですよね。そんなところで、皆さんも、6月はですね、確か19日が父の日ですから、また来月は、ちょっと親父に会いに行くというふうに思っておりますけど、皆さんも、ご自分の母親にですね、何らかのやっぱり一つの、メッセージを出されたのかなというふうに思っております。今日は旅シリーズの第3回目。前回は、パリであった、いわゆるマイケル・アルデンの話でしたけど、今日は、やっとこの、スコットランドのちょっとお話を申し上げたいと思います。私がですね、44、5年前かな、に、やっぱり、ロンドンからですね、もうスコットランドに行きたくてしょうがなくて。で、確かキングスクロスっていう駅からですね、朝7時ちょっと前ぐらいの列車でちょうどエジンバラまで5時間かかるもんですから、5時間ぐらいの旅をしました。で、まずは汽車の中でですね、朝食付きでしたから、当然のことながら、いつも通り、ミルクティーをいただきながら、8枚切りの薄いトーストにですね、バターをしっかり塗って、そこにオレンジマーマレードを塗って、それでベーコンはクリスピーなカリカリのベーコンとですね、目玉焼きを、やっぱり車窓で、見ながら、ちょうど、朝ごはんが出てきたのが、いわゆるヨークシャー州というイングランドからちょうど渡ったあたりに朝ごはんが出てくるんですが、ちょうど外を見たら、もう羊ちゃんたちが小高い丘の上にいっぱいいてですね、いよいよスコットランドだな、みたいな気分でおりました。ここでですね、やっぱりエジンバラ自体も、当時アームストロングっていう、ヴィンテージのお店があるんですが、そこに行ったり、もちろんウィンザー城にはもちろんのことながら、行きましたし、あちこちずいぶん回りました。で、やっぱり、いわゆるそのスコットランドで言うと、ちょうどコナン・ドイルですよね。コナン・ドイルだったり。だから、できれば、その湖水地方からですね、ネス湖のネッシーがいるかな、みたいな気分だったり、して、あとは、ピーター・ラビットですよね。ピーター・ラビットの世界はどういうものかな、みたいなのは、ワクワクドキドキしながら行ったんですが、実は、それより、もうちょっとエジンバラに入るちょっと手前にですね、ホーウィックという街があります。で、ここに降り立ってですね、ホーウィックっていうのは、いわゆるニットのメーカーがいっぱいあるというのは聞いてたんで、非常に興味があって。
で、そこに行ってですね、ちょうど川があるんですね。まあ、大体7、8メーターぐらいの川ですから、さほど大きくないんですけど、で、そこを現地の人に、この川の名前なんて言うんだっていうふうに聞いたら、ツイードリバーという、これがツイード川か、みたいなところでですね、で、ちょうどその川沿いにニットの工場がいっぱいございまして、プリングルであるとか、ウィリアム・ロッキーであるとかですね、あとマンドスパンであるとか、ライランド・スコットであるとか、まあ、英国のニットのメーカーのですね、名だたるところがずっと並んで、お隣同士でこうニットのメーカーがあるわけです。で、そこのちょっと町外れにですね、なんとこうデッドストックというか、サイズがばらついてる、いろんなメーカーのニットがですね、山積みになってるんですね。値段はだいたい3分の1ぐらいです。ですからもうお宝物がですね、3分の1で買えると。で、私のサイズの棚もですね、いろいろあって。その中で実は買ってきたのがですね、こちらのニットが、当時のものです。まあ、これはメーカーは、今申し上げたこのプリングルのですね、いわゆる、アーガイルのセーターですね。はい。で、ハンドインターシャツって、このいわゆるダイヤ柄のとこはこう、手で、編み立てるというような、このハンドインターシャのですね、プリングルのニットを買ったのは、このホーウィックで買いました。で、その後、スコットランドから、ロンドンに行って、大体こう、常夜灯というのが、当時、オールドボンドストリートの近くにあるウェストベリーというホテルがあって、で、非常にクラシックなホテルなんですが、そこのホテルの近くに、ご存知でいらっしゃる方もおられるかと思うんですけど、いわゆるコノリーレザーといって、これはまあ実はもう私が着ているもうビリビリのコノリーなんですけど、これを買い求めたのが覚えてます。はい。で、このいうものを買ったりですね、あとはすぐ近くに、こちらですね。よっ。こちらの本があります。これはご存知の通り、ウィンザー校の本で、で、これをですね、いわゆるこうオークションで有名なサザビーズがですね、世界に向けて5000冊しか、発売しないというのを聞いて、主にこれを目的は、この本を欲しくて買いに行ったのが、そのロンドンとスコットランドの旅だったなというふうに思います。ここにですね、生地、ツイードルメーカーで有名なダブルビールというところのショップも、オールドボンドストリートにありましてね。で、ここで、買ったホーズ、いわゆるホーズといっても、もう本当にこれ長いんですよね。ですから、膝上まで来るようなホーズ、いわゆるスコットランドの、いわゆるこのキルトスカート履いてる人たちが、履いていらっしゃるホーズ、これが本当のホーズか、みたいなところを買ったりしております。はい。今日のですね、ご質問がございますんで、コメント読ませていただきます。マルミックさん。ありがとうございます、マルミックさん。こんにちは。ゆきちゃんのお気に入りホテルを紹介してくれると嬉しいです。私は改装されてしまう前の帝国ホテル東京に泊まりたいと思っておりますと。ありがとうございます。帝国ホテルね、改装するということなんですが、私が知ってる帝国ホテルってのは、この今のホテルの前のホテルです。ですから、もともとの原型のホテル。ご存知のフランク・ロイド・ライトが、建築したホテル。これがですね、今もうもちろんないんですが、名古屋に近い明治村にはですね、移築して、最初の帝国ホテルがございます。で、大体私が好きな、ホテルっていうのは、どういうところかっていう、全部いっぱい行ってるわけじゃないんですけど、今まで行って泊まってみたことがあるのは、まずは、横浜にございます、ホテルニューグランドの旧館ですね。あとは、箱根の富士屋ホテルの旧館。あとは、日光の金谷ホテル。それから、軽井沢の万平ホテル。この辺は、泊まっております。で、あとは、山の上ホテル。これはご存知のお茶の水の近くにある山の上ホテル。ここも特にですね、文豪の方たちがやっぱりいっぱいお泊まりになったっていうんで、自分もちょっとこう物書きをする気分でですね、泊まったんですけど、なんとその部屋が、畳ベッドって言って、畳の部屋にベッドが置いてあるというところがございました。はい。それからあと箱根はですね、芦ノ湖の近くにある山のホテルという、
これは多分小田急電鉄がやってるんだと思うんですけど、このホテルもなかなかのホテルです。で、あとはまあトランク町でやっております名古屋観光ホテル。ここも非常にクラシックで私が好きなホテルです。あと大阪はですね、まあ、昔は大阪グランドホテルって言ったんですけど、今はリーガロイヤルホテルって、ここもまあトランク町をやらせていただいてますけれど、まあ1階にはですね、まあやっぱり非常にかっこいいバーもありますし、リーチバーという、いわゆるバーナード・リーチがデザインしたというバーがあるんで、ぜひ行っていただければと思います。あとは最近知ったんですが、仙台にございます、紅葉グランドホテル。ここはね、またちょっとこう、非常にパティキュラーというか、変わってんですけど、とにかくヨーロッパのですね、まあ、特にイタリアの石像が、やったらめったらあるんですよね。で、ここも、まあ、行かれたらどうかなと思います。で、まあ、やっぱり最近、まあ、昔はよくホテルオークラが好きでしたけど、まあ、改装しちゃってから、やっぱりちょっと私にとってはちょっとピンとこない。随分まあ、マーガレット・ハイウェイも含めて、改装するには反対みたいな署名運動を起こしたそうですけど、まあ、ちょっと新しくなっちゃってる。まあ、同じように、皇居の前にあるパレスホテル。これも昔のパレスホテルは良かったんですけどね。今はね、やっぱりちょっとがっくりって感じですよね。はい。で、やっぱりホテルで一番私がこう、チェックポイントで大きいのは、朝ごはんが美味しいかどうかってとこがポイントです。で、特にまあ、先ほどの英国の話なんですけど、8枚切りのトーストがきちっと出てくるとか、ゆで卵のゆでか加減がちょうどうまいとか、やっぱりそういうね、ちょっとしたところで、やっぱりクラシックのホテルっていうのは、やっぱりきっちりしてる。で、建物は最近こうクラシックなんだけど、そういうサービスがいまいちみたいなところもあります。まあでもこれはもうぜひですね、まるみくさんが実際いろいろおいでになって、試されたらどうかなというふうに思っております。はい。それではまた水曜日お会いしましょう。チャオチャオ。ボナジョルナタチャオ。